ブルジー・マムルーク朝の第24代君主。1501年に即位したガウリーは、社用の都にあったマムルーク朝を再建するため、弱体化して役立たずになっていたマムルークに代わって、アビードやズールなどを長編して、マムルーク軍団からの脱却を図った。また、銃砲など新たな装備も行ったりして、諸改革に着手した。 しかしマムルーク朝はすでに外圧に苦しめられていた。インド洋にはポルトガルやサファービー朝の進出が行われ、オスマン朝もキリキアを支配下に置いて、マムルーク領のシリア北部を脅かし出した。しかし財政的にも苦しかったマムルーク朝では、有効な手立てを取れずにいた。オスマン朝のセリム一世は、マムルーク朝の衰退を見て、シリア遠征を決意。 ガウリーもこれを迎え撃つため、シリアに進出した。兵力では、ガウリーの方が優勢だったが、交戦中に、味方の寝返りが起こって大敗。ガウリーは敗走中に戦死した。この戦いで、マムルーク軍は7万の兵力を失うという、致命的な大敗を喫し、マムルーク長は、翌年に、セリム一世によって滅ぼされた。ありがとうございます。